ちゃった。ちゃったよ。あ、危ねえかな。いや、俺ハンドランディング苦手だからね。抜く。危な。外掛かり、リアフック1本なのに抜く。はい、大きめの、ブレイク、こうドカンと落ちるようなポイントに来てます。深いところが絡むような場所に使うのが、まあ、一番最もなんで、まあ、そういう場所に来てます。とりあえずちょっとこう浅いところから深いところをこう潜らせるような感じで使ってみます。結構早いですね。潜り出しは早いと思います。こんだけ潜り出しが早くて、まあ、よく動くんで使いやすいですよね。潜り出し早いルアーってこう角度のきついルアーって安定しないんですけどね。リップ長くしちゃうとね、たまにこうぐるぐるぐるって回っちゃう、そういうルアーもあるんだけど、これは大丈夫です、まあ、よく飛ぶし、まっすぐ泳いでくるし、すごくミドルディープ狙いやすいですね。使いやすい。よし、食った。あー、バレた。チキショー。まあしょうがないな、バレちゃった。まずはその狙ってる水深ポイントに到達させるっていうのが一番大事だから、深くなればなる分それ難しくなるんで、しっかり引いてあげた方がいいです。ただ巻きで、早巻きはありですけどね。惜しくった。いやー、コーラバラさんよ。あー、皮一枚後ろで。うわ、めんどくせい。途中でぬーっと重くなって、バッチリハーモニカ食いでね、一往復ね。クランクベイトは特にね、何回通してもいいから。ありがとう。よいしょ。はい、では色変えてもう一流します。みんなね、カラーローテーションとか極端すぎんだよね。あー、水濁ってんなーって言って、こうナチュラルなカラーからいきなりチャートとかに変えると、本当にめちゃめちゃ濁ってんなら、まあそんだけ大きなチェンジもありだけど、いつもより濁ってんなーとか、ちょっと曇ってるなーっていう程度だったら、まあ、少しずつルアーを強くしてあげる、弱くしてあげるっていうのをやってあげた方がいいですね。クランクベイトを寝がかった時はゴリゴリっていう、思いっきり引っ掛けちゃう前にカキッてこう軽がかりした時に、まあロッドを煽ってあげる、糸との張りと緩めるっていう動作を使って弾くようにルアー外してあげるのがいいですね。まあブリッツシリーズね、浮力が高いから根がかり外れんだよね。少しこうロッドアクション加えてあげれば根がかりは外しやすいんでね。さあ、なんだろう。ああ、よっ、あれ、あれ、なんか間違えちゃった。さあ、見なかったことにしましょうか。取ったのか。すっげえ合わせた。スーパー反射神経じゃないですか今の。わらしべ長者状態ですよ。やばいですね。地声がバスに変わって、今度サイズが上がってきますよ。イエイイエイ。
やってもうた。いやー重たかった今のは。ピヤ。小島よしおの滑り芸がもう超ツボで、どうしたらいいですかね。めげないじゃないですか。そうそうそう、折れない心。俺もあれはちょっと得得したいですね。まあ俺の目指すところは、まあ、世界の並木が OSP の代表だとしたら、はい、OSP の小島よしおってどこですかね。ポジション的にですか。そうですね。なんか見えにくいですね。タイニーの DR、引き倒して、まあ、僕が感じたことなんですけど、やっぱりね、狙う水深がミッドレンジ、霞ヶ浦でいうと、2メーター前後のレンジを、引くのにちょうどいいっていうところで、特にね、こういうタイニーなんかはタイトに動くし、ストラクチャーに対するプレッシャーにも強いんで、何回投げても魚が擦れづらい、っていうところで、まあ、何匹もそういう小さなスポットが絞り出せるとか、そういった面もあるんでね、ハドルアーだからバーって巻かないで、まあ、ハドルアーとワームの中間的なそういう引き方をしてあげてください。飛距離に関してはよく飛ぶんで広く探ることもできる。シャットってやっぱり飛ばないじゃないですか、まあ、シャットでちょっとこう距離がもうちょっと飛ばしたいなっていう場面であればこのタイニー DR 使った方がいいですし、でまあ角度がね、潜って角度も結構あるんで、テトラのね、際とかをタイトにこう潜らせるとか、そういう場面にも非常にいいと思います。僕はね、これブリッツ、パワープラスっていうのと、SLP のシャットチューンを使ってるんですけど、まあ軽量ルアーなんでね、やっぱタイに行ってまあちょっとこう軽めの、ルアーを飛ばせる、リールがいいですし、ロッドに関しては若干固め、硬いロッドを使うことによってストラクチャーを感じる、タイトに引くっていう面で、すごいやりやすいんで、ちょっと固めのロッドプラス、軽量を投げやすいリールっていうのが非常に大事な、ことだと思います、ね、深さや飛距離を重視するなら10ポンド手返しとか、あとはカバーやったりする場合は12ポンドその2種類を使い分けたらいいんじゃないかなと思います。太くすればね、やっぱりエースは浅くなっちゃうんで、まあ、ボートでやりながらすごく思ったのは、おかっぱりであったらどう使うかなっていうのを考えながら弾いてたんですけど、やっぱり護岸際、直角護岸とかが多いじゃないですか、霞ヶ浦水系、まあ、利根川とかもそうなんですけど、そういうところのね、足元テクトロでもいいと思います、タイトに、まあ、意外と深いんでね、特に川系の護岸って深いから、そこでシャローとかね、ミッドダイバーのクランクだとボトム触らないんでね、まあ、そういう時にちょっともう 1ランクこう深いところ潜らしたいって時はこのタイニーの方がいいと思いますね。足元を釣る、球心の足元を釣るとか、あとはやっぱりこう身を筋回り、あの水門も掘れてるから、霞ヶ浦なんかね、水門って代表的なストラクチャーなんだけど、水門の周りって深くなったりしてるんで、そういうところもしっかりとボトムタップさせれるんで、まあいろいろアレンジは効くと思いますね。ミオ筋結構ドックまでどのぐらいあるんだろうな、300メーターぐらいありますかね。それを全部ブレイクだけ狙っていきます。水深はね、2メーター前後ですかね。深い方が2メーターちょっと、浅い方が1メーター半ない、1メーターぐらいですかね。このミオ筋は当たりもそっけもねえな。一発ガツンとやつが来るんじゃないですか。本当っすかね。チヤホヤするんじゃなくて本気のやつが。いやーでも食いましたよ。これはバラさんよ。よし、やべ、そっち行くのでかいぜ。
いやー、これは絶対バラしたくねえ。あ、でっかでっかいでっかい。さあ、世界のランディング俺できねえし。うわ、いや、フック危ねえ。やったー、通った、やりました。ミオ筋の上がるところ、ミオ筋のショルダーっていうのを徹底的にやって、まあ、もたっと、やっとですね、狙い通りの、よーし、やっただ。うーん、やハーモニカ食いだね。こんなの抜いちゃう。よいしょ。よいしょ。はい。あ、ブレイクですね。やっぱり深い方を狙ってて、こういう橋脚の周りっていろいろ沈んでるものが多いんで、そういうところの上をトレースする。まあ、あとは当てながらトレースするっていうのをイメージしてします。よーい、よい、あー、ちっちゃいけど、予定通りじゃないけど、とりあえずあれ、まあまあすよ、あれ50アップのつもりだったんだけどな。ハーモニカ食い、どう、ドラマ魚ちょっと違う、次払いはい、ほんとラスト1箇所、大山のマリーナのすぐそばの春節の先っちょだけやります。いや、フフ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 フ、よーし、来たよ、まあまあ、まあまあいいぜ、まあまあいいけど抜いてしまう。よっしゃー、釣ったよ。でかくないですか、やった、ドラマ、ドラマ、マズメの金クロ、よっしゃよっしゃ。春節岬状になってるところをダウンヒルで釣りましたよ。ブレイクのエッジ、もうピヤピヤ言ってたら釣りましたよやった。はい、皆さんお疲れ様でした。動画を見てもらった通り、かなりのポテンシャルがあるルアーです。皆さんも使ってみてください。50アップ、みんなのために取っといたからね、頑張って釣ってください。